広島県の三原っていうところに旅行しに行ってきます。三原までは広島駅から30分ぐらいで小玉で行けます。で、早速岡山行きの小玉に乗って、で、三原は1泊2日で行っていきたいと思います。駅に着いたんですけど、広島駅から2駅で、場所的には広島駅と、尾道駅の大体間ぐらい、広島市内と尾道の間ぐらいにあるのが三原って感じです。で、僕実際初めて来ました。ここ三原駅で降りたのも初めてですし、三原に来ることも1回だけあるけど、そんなに市内とかは行ったことないんで楽しんでいきたいと思います。で、今回いつものなんか撮影の旅とちょっと違うのが、ツアーに参加するんですよね。ツアーに参加して、いろんな場所に、添乗員さんが連れてってくれる感じになると思います。三原市役所の担当課の片原と申します。はい、よろしくお願いします。さっきのイタリアのところから食べて、すぐ近くに次は陶芸屋さんです。龍王山っていうところにやってきました。下の海沿いから10分ぐらいバスで登ってきました。さっき教えてもらったんですけど、三原って瀬戸内海の中でも一番こう島の密集地が高い地域らしくて、つまりは上から見た時に島がいっぱい見えるんですよね。夕方5時になりました。で、今から、今日泊まるホテルに行くんですけど、そのホテルがここの小佐木島っていう、多分フェリーで10分か15分ぐらいで着くような場所みたいで、今からフェリーに乗って、小佐木島に向かいます。小佐木島はコンビニも自販機もないです。自販機もコンビニもないです。何もないです。何もない。何もないです。やばいですね。
BH2 っていう美術館みたいな感じのところで、個展をされてる方がいるみたいです。なんかこの瀬戸内海の島にこだわった作品を数々手掛けてらっしゃるみたいです。小崎島の港に入ってすぐネオンが光ってる建物がその個展なんで、気になる人ぜひ行ってみてください。で、これから宿に向かいます。もうわあ、すげえすげえ、おしゃれな部屋。こんばんは。うわ、おいしそう。2日目の朝です。日の出をねすごい狙おうと思って早起きしたんですけど、見ての通りめっちゃ曇りなんで、まあ昨日来たのがすごい夕方で暗かったんで、今からドローンを上げてこの島がどんな感じなのか、全体的にどんな感じなのかっていうのを、まあ、映していきたいなって思います。なりました。あと1本目の8時過ぎの、お船に乗って今から、三原の方に帰ります。見て、梅も咲き始めてます。さあ、三原駅の方に帰ってきたんですけど、今さっき、三原駅のすぐ近くに三原城の天守台っていうところがあって、そこを、ガイドの人に案内してもらって回ってきました。で、今から、三原ってだるまで有名らしくて、だるまをなんか描いて作れる体験ができるみたいなんで、やっていきたいと思います。そうなんです、こんなだるま初めて見た。おっさんぽいな。でもかわいい。タコのだるまを盛る。こう振ったら物音が鳴るいうのがそうなんですけど、一般の目玉を入れるだるまと違って、今時ですから目玉を入れるのもあるんだけど、もともと入ってる、要するに玩具、要するに飾り物。だから、まあ、1年経ったから言うてお焚き上げに出すとかそういうんじゃなくて、ずっとそばに置いとってくださいだるまです。よいしょ。広島の水深というお酒の酒蔵にやってきました。で、今あっちの方で説明を受けて、いろいろ教えていただきました。なんかすごい歴史の深い酒蔵らしくて、なんか全国的にも水深、広島といえば水深みたいな感じで、まあ、広島自体なんか日本酒のすごい有名な土地らしくて昔から。で、水深はその
歴史を継いでるとのことでした。こっちがタコ飯、タコ飯とタコの天ぷらとタコのお刺身。やったー、うまそう。わかめのわかめのお吸い物って、うん、醤油入れない。醤油、皆さんそのままに。醤油入れない。大丈夫です。醤油入れない。さあ、ということで一泊二日の三原の旅行を楽しんできました。広島からも30分ぐらいで行けるんで、三原ぜひ皆さん行って、タコ食って、だるま見て楽しんでみてください。僕は今から小玉で広島市内に帰ります。それじゃあ、バイバイ。